ロシアに長く在籍されていました。バルセロナからオファーがあったとき、断ったことを後悔していますか？もうこれ話すことをまた話していかないと、みんな誤解をどんどんするんで、大体、世の中に出てる、僕関連の移籍話は、なんとなく感覚的にね、8割ぐらい間違ってんじゃないかな。だから、これもバルセロナからオファーはあったことはないっすね。なんか興味持ってるとかあったかもしれないですけど、オファーが来たら、僕は断った記憶は一度もないです。だからこれね、ほんまね、僕でそうだったってことは、他の選手もその可能性あります。で、メディアがどこからそのニュースを聞きつけて書いてるのか分かんないですけど、で、いちいち僕はまあそんなん否定するのめんどくさいんで、まあずっともう放置ですけど、こうやって聞かれたら別にそんなことなかったよって答えますね。Please follow it. Follow it.